はい、皆様改めておはようございます、もうね酔っ払いでございます、生中の9杯飲み合ってね、恵比寿ビールに入っております。そろそろね、明日もディズニー早いんでね、締めのご飯にかかろうかと思います。冷蔵庫で探したらね、マグロですね、マグロ、カツオ、もう赤身ね、どっちがねマグロどっちがカツオか分かりません。これをねまずカツンカツンカツリンリンですね、切っていきたいと思います。いやマグロよりカツオの方はちょっと粘りがあるんでしょうか。はい、もうこうするとねどっちがカツオどっちがマグロみたいな感じでございます。ちょっとねツヤのある方が、カツオでございます。そしてね、締めということで白飯ですね。白飯の方にガッツンガッツン釣りりんこですね、釣りりんこです。すいません見えないですか、ちょっとね暗いですね。はい、お見えになっているでしょうか。ちょっと暗いですね。フラッシュ入りました。そしてね、ここにバターですね。バター、お前バーターと海鮮合うのかよみたいな、ね、感じでございますが、バターをドッカンです。はい、バター入りました。そしてね、もみのりですね、もみ岩のりでございます。はい、もうこれでね、完成でございます。非常にねうまそうでございます。それではねテーブルの方に運んで食していきたいと思います。海鮮バター丼でございます。まあこれね、マグロカツオ使ってますがね、もうこれしかなかったんでしょうがありません。まああるご家庭でね、サーモン入れても結構ですし、イカを入れても結構ですし、案外ね生もんとバターって合うんですよね。それでは運んでいきます。はい、テーブルの方にね、海鮮バター丼を運んでまいりました。バターですね、熱々の中にね入ってください。冷やしたバターを取りますのでね、その辺よろしくお願いいたします。そして仕上げに最高です。